トーマス・ジェームズ・ファムはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。MLB のサンディエゴ・パドレス所属。愛称は T ・ファム。セントルイス・カージナルス時代2006年の MLB ドラフトでセントルイス・カージナルスから16巡目指名され、プロ入り。この年は参加のアパラチアンリーグのルーキー級、ジョンソン・シティ・カージナルスでプロデビューした。 2014年まで足掛け9年マイナーでは肩の手術、手首の怪我、眼質などで長期欠場を強いられることが多かった。しかし、その2014年はトリプル A 級メンフィスレッドバーズで104試合に出場して打率。324.10本塁打、44打点、20盗塁の好成績を残し、9月にメジャー初昇格を果たした。 9月9日の新種なキレッツ戦でメジャーデビュー。この年メジャーでは6試合に出場し、2打数無安打だった。2015年は大体いい4投筋を痛めたため、開幕を故障者リストで迎えた。7月3日にこの年初めてメジャー昇格し、翌4日のサンディエゴパドレス戦にて、1番中堅守で先発出場して、メジャー初安打となる二塁打を放った。また、 ポストシーズンでのメンバーにも選ばれ、10月9日のシカゴカブスとのディビジョンシリーズ第一戦では、相手先発のジョン・レスターから本塁打を放った。この年は、最終的に52試合に出場し、打率268、5本塁打、18打点に盗塁という成績を残した。全体的に、長打をハイペースで生産したため、長打率が高く、それに伴って、 オプスも0.824と高かった。外野の守備は、中堅を守った33試合が最多で、無失策で DRS5 という安定した守備力を発揮した。左翼手を18試合、右翼手を3試合でも守り、DRS はそれぞれから2トレーだったが、エラーはなかった。2016年は控え外野手として、フル活用され、78試合に出場。打率。 226.9本類が17打点2盗塁、オプス0.764という、まずまずの成績を残した。ディフェンス面では34試合で中堅を守り、無失策、DRS から3オブザーマイナス5.3という、いまいちの内容。左翼は30試合で守りにつき、こちらも無失策ながら、 DRS はく1、ウーザーはマイナス0.1と指標はマイナス。右翼は5試合で DRS は0だがウーザーはマイナス1.2だった。全体としては指標はマイナス傾向だったがメジャーデビュー以来の外野守備の無失策を継続した。2017年は開幕をトリプル A 級メンフィスで迎えるも最終的には128試合に出場して打率。 306.23本類が73打点、25盗塁という自己最高の成績を残した。2018年7月31日にジャスティン・ウィリアムズ、ヘネシス、カブレラ、ロエル・ラミレスとのトレードでタンパベーレーズへ移籍した。トレードされた時点では打率248.14本類が41打点だった。ファムは 私はただがっかりしている。もっと多くを与えたかった。プレーの観点からもっと多くを与えたかった。カージナルスに関われた。本当にプレーが楽しかった。しかしもっと多くを与えたいと今も思う。チャンスをここで持てた。カージナルスは私にチャンスをくれた。と述べた。ただ、苦痛だった。私は特に期待を下回り続けていると感じていた。もし自分の役目を、 全うできているなら、そこまで順位は低くならなかったでしょう。とも述べた。レイズでの2回目の試合の際に、足に支給を受け10日間の故障者リストに入らざるを得なかった。8月16日のニューヨークヤンキース戦で復帰し、レイズで初めて1試合で2安打を放った。8月25日のボストンレッドソックス戦で、ブランドン・ワークマンからレイズで初めて本塁打を打った。 シーズン終了までで32試合連続出塁を記録したため、チーム記録であるジョニー・デーモンの7試合連続出塁を更新した。9月には打率、368出塁率、407超打率、7055本塁打、17打点を記録したため、9月の月間 MVP チームに選出された。レーズの十九試合で打率、 343、34出塁率。448、長打率。622.7本塁が22打点だった。2019年は145試合に出場して打率。273、21本塁が68打点、25盗塁を記録した。2019年12月6日に、ハンター・レンフロー、ゼイビア・エドワーズ。 後日発表選手とのトレードでジェイククロネンワースと共にパドレスへ移籍した。瞬速で守備範囲が広く選球眼に優れた高打者。デビュー当初は打力不足だったが2015年シーズン以降は向上している。2020年10月11日の夜にサンディエゴ市内で自分の車の近くにいた複数人に移動するように行ったところ抗論となりナイフで 腰のあたりを刺された。加害者との面識はないという。その後病院に搬送され手術を受けた。命に別状はなく、増器の損傷もなかったという。ありがとうございます。